ですね、本日はですね、はい、僕ふとこの間思い出したんですけれども、うん、小さい頃にね、こう家族で両親とかと兄弟と一緒に住んでる時に、うん、金魚を飼ってたんですね、はい、家で、はい、まあ、金魚なんてよく飼うとは思いますけど、うんうんうん、玄関にちょうどこう大きな水槽の中に何匹か金魚がいまして、ある日ですね、そのまあ、うちに姉と2個上の姉と2個下の弟がいたんですけど、うん、そのある日その水槽を見たら、その金魚が何匹かいたんですけど、金魚がその止まって動かなかったんですよ。止まって動かない、水槽の中で、ね、はあ、だからあれ死んでんのかなってなって、うん、で僕と弟がコン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 って水槽やっても全く動かないんですよ、金魚は。で姉がなんか何を思ったのか分かんない、足で蹴ったんですよ、その水槽を、かかとで、はい、そしたらバリーンって割れて、水槽が足だから力加減分かんないもんだから、かかとから血出して、で水槽から水溢れて、金魚がピタ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 って生きてたんですよ、ちゃんと。びっくりしてると弟と僕で、ね、トラウマですよ、あの光景が。あのね、はい、今聞きたいことはすごいたくさんあるんだけど、ね、まず、はい、水中で止まってたっていうのは何なの？いや、わかんないですよ、なんか止まってたのか、あの水面にこう浮いてたとか沈んでたならわかるんだけど、うん、中途半端なところで止まってんの？止まってたんですよ。それって氷漬けとかじゃないんだよ。違いますよ、だから普通死んでたらやっぱ浮くじゃないですか、だから死んでなかったです、寝てたんですよね、きっと。まあまあ、まぶたないじゃないですか、金魚って。そこは一応納得しよう、分かった分かった、はい、で蹴って、うん、っていうその展開も今ついていけなかったんだけども、いやいや、蹴って水浸し、水浸し、かかとはかかとで蹴ったのかかとで、うん、足だから力加減分かんない。なるほど、まあ、そんなこと、即答の力が強かったんですね。そうですよ、うん、なるほど、ビビりましたね。それは何、食用で食って、あ、飼ってた？違いますよ、ただ観賞用、観賞用というか、観賞用ね、はい。先生もなんかそのペット飼ってたこととかあるんですか？うん、うちのまあ実家はね、まあ、親もあの動物好きだったんで、割とね、切れることなく犬か猫をいつも飼ってたんですよ。そうなんですね。でそれ以外でも、うん、アヒル、アヒル、アヒルを飼ってたことがあります。あれ前なんかね、一回聞いた。そう、アヒルの話したでしょ。はいはいはい、で、そう、他にね、ウサギ飼ってたことあるのよ。で別にあの普通のこう住宅地 の、はい、あのまあ住宅なわけで、別に農家とかでもなんでもないんだけど、うん、庭でウサギ飼ってたことあるんですよ。でね、ウサギってなんかみんなおとなしい動物だと思ってるでしょ。はいはい、ね、可愛らしいね。気性の荒いウサギっているんですよ。でそれ、うちのすごかったの、本当に気性荒くって、でこう六角形の網網網ってこう網あるじゃない、はいはい、こうウサギ小屋みたいなの作って網張ってあるわけですよ、うん、その網を食い破るんだよ、あの歯でガチャ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 って穴開けて、そんな、それで、あのすごい凶暴なのよ、うん、で俺あの縁側からそれをこう見ててさ、はい、で凶暴だから手出したくないなと思って見てたらさ、飛びかかってこられたことあってさ、噛まれそうになったことあるんだよ。そんな凶暴なんすか、ウサギ。ウサギね、あれ何だったんだろうね、うちのあのなんかよく発情期だと気が荒くなるみたいなこと言われるんだけど、はあはあはあ、でもね、うちのは年がら年中だったんだよ。だから、うん、なんだかまあ個性なんだね、あれね。ああ性格というか。すげえ恐ろしい。あのね、ウサギのあの歯で噛まれたら大変だよ、あれ。決しておとなしい動物じゃないよ。だってあの網をね、やるぐらいだったら。絡み食い破る歯で噛まれたら大変だよ、それはもう。ああ、怖いですね、それは。わかった。もうこれでさ、あの、トポーンって飛んでくるから、うん、こう一生懸命振り払ってこうやっているんだけどさ、向こうも必死なのよね、はい、そうするとさ、動物ってすごいなと思ったんだけど、向こうにも多分恐怖があるらしくって、うん、おしっこちびりながら飛んでくるのよ、すごいね、そういう技なんですか。いや技だかなと思う。必死なんだね、向こうもきっとね。はあはあ、ナイフで構っていられないっていう。そうそう、もうこっちも棒で撃退するしかないぐらいのね、すごい状況。棒でやってたんですか、先生。それやばくないですか。最後にもうこれ以上無理で、やばいと思ったから、うん、棒で撃退してっていうのがあったんですよ。ね、ああそうなんですね。皆さんウサギには気をつけましょう。はい。ね、はい、またね、今度またその違うペットの話もまたしましょう。わかりました。はい。はい、ということでございます。